キングプリンス、キンプリ、メンバーの脱退による思いや仲間の積別のコメント、新たな道へのスタートを明らかにします。キングプリンス、以下、キンプリ、の一員であったキシ太、神タ、ジング平ジユータ、がグループから脱退し、ジャニーズ事務所を離れることが発表されました。この突然の出来事に多くのファンが驚きと悲しみを感じています。しかし、 彼らの仲間やジャニーズ事務所の後輩たちも彼らの新たな道に対する思いをブログやラジオ番組で語りファンと共有しています。この記事では金プリ脱退の背後にある思いや仲間たちとの絆に焦点を当てその真実を明らかにします。第1章金プリの脱退から始まる新たな 旅5月22日、岸優太、神宮寺優太、平野用は金プリからの脱退を発表し、ジャニーズ事務所を退場しました。この重大な決断は、彼ら自身にとっても、ファンにとっても衝撃的で、多くの人々がその理由や背後にある思いについて疑問を抱いています。脱退の背後にある思いとは何でしょうかそれを明らかにするために、 彼らのブログや仲間たちのコメントを探ります。第2章仲間たちの席別のコメントだった発表後、キンプリの仲間たちやジャニーズ事務所の後輩たちが彼らに対する感情をブログやラジオ番組で表現しました。トラビスジャパンの松田玄太は、キンプリの最後の日についてブログで次のように述べました。 つい最近あの6人組グループラストの日があって俺らからビスジャパンは TikTok リブの後にお邪魔しに行ったんだ。松田は金プリの活動に対する尊敬の念を示し、本当にすごい大好きなグループ、と称賛しました。これにより、彼らの友情と尊敬の念が浮き彫りにされました。また、スノーマンの向井康二も、ブログで平野仕様とのツーショット写真を公開し、 彼との思い出を分かち合いました。シクストーンズへの森本慎太郎、コーチレ割も自身のブログで金プリメンバーについて言及し、彼らへの感謝の気持ちを表現しました。これらのコメントは、金プリとの絆が他のジャニーズグループとも強固であることを示しています。第3章神宮寺優太と井の美系の食事の、ひとときへい、 ジャンプの井の美系は、神宮寺ゆ太との食事のひとときをブログで明かしました。井ノ王は、俺、よくよく考えたら、二人で行ったんだよ。後輩と二人でご飯行くの、多分初めてで、と告白し、その食事についての思い出や、神宮寺ゆ太について語りました。彼のコメントから、ジャニーズメンバー間の友情と支え合いが感じられます。 第4章メンバーのブログから垣間見る、重い金プリメンバー自身も脱退後に個人ブログを更新しファンに向けてメッセージを送りました。高橋恭平は感謝の気持ちを込めて、小騎士くんはこれからも友達としてどうぞよろしくお願いします。とメッセージを送り岩橋玄樹も、含め小騎士くん連元金キングプリンス愛しているよう。 とグループへの愛情を示しました。平野耀は過去の活動を振り返りつつ、前社長のジャニー北川氏との約束が果たせなかったことに対する悔しさを表現し、ファンに向けて前向きな言葉を送りました。第5章新たな道への、スタート神宮寺ゆうたと平野耀はジャニーズ事務所を離れることを選びましたが彼らの新たな道が開かれることは確かです。 脱退とはいえ、ファンとの絆や仲間たちとの友情は永遠に続くでしょう。彼らの今後の活動には多くのファンの期待が寄せられています。金プリ脱退のニュースは多くの人々に衝撃と悲しみをもたらしました。しかし、彼らの仲間たちやファンの支持は彼らの新たな道を歩む際の力となっています。彼らの選択が新たな旅立ちを意味することを祈りつつ、 彼らのこれからの活躍に期待したいと思います。